どうも皆さんこんにちは、フルーティストの立花正和です。今日はですね、曲を吹くときに覚えておくと役に立つテクニックを、解説したいと思います。例えばこのような、同一の音が連続したフレーズがあったとします。こちらはモーツァルトのフルート四重奏曲に出てくる一節なのですけれども、この場合特にクラシックの曲であればまず例外なく曲は盛り上がっていきます。連続した音の次の音に注目してください。すべてはその音を出したいために音を重ねていきます。気持ち、テンポが少し速くなっていっても構わないぐらいの気持ちで思い切ってその音に向かっていってください。そうするときっと曲に生き生きとした流れが生まれると思います。例えば有名なふるさとの曲の出だしでも、3つの音からその次の小節に向かうとき、このように演奏すると、たとえゆっくりな曲でも曲に流れが生まれるのがわかると思います。いかがだったでしょうか。クラシックに限らずいろいろなジャンルの曲に応用が効くテクニックですので、ぜひ覚えておいてください。ではまたお会いしましょう。